ごめんね。メリー。もっとみんなを遠くまで運んであげたかった。ずっと一緒に冒険したかった。だけど僕は分かってる。メリー。お前は今でも俺たちの仲間だ。僕は本当に幸せだった。 今まで大切にしてくれて、どうもありがとう。ああ、見ててくれ。俺たちの冒険を。もう一度、お前と旅ができてよかったよ。メリー。 仲間も取り戻したようだし、今回はもうワフルドに戻る？いや、まだだ。まだ宴をやってね。そう。じゃあ宴でお腹いっぱい食べてから戻るのね。サンジの作る水肉のバーベキューはすっげーうめえからな。リム、お前も食べたいだろ？え、私？そうね。気になるわ。出る。<笑> あるじゃねえか。 ここはとてもいい街ね。あら、ウォーターセブンが気に入った？うん、ちょっと。本当リムって素直じゃねえよな。それどういう意味？そのまんまの意味だよ。それより行こうぜ。一番ドッグの中で宴だろ。おう、あー、腹減った。
おめえらに見せたいものがあんだよ。 気に入ってくれるといいんだけどよ。まあ、まずはその目で見てくる。見て驚け。とびきりスーパーなやつだぜ。 いつ見てもだろ。何でもないわ。それにしても立派な重版スループね。ええ、間違いなくいい船だ。甲板は泥根に最適な予感がするね。大きな本棚もありそう。 キッチンも使いやすいだろうぜ。かまどが3つは並んでんだろ。雰囲気あるな。よし、乗り込みやがれ。おめえらいつでも出航できるぜ。よし、出航だ。 わかったわ、ルフィ。 あら、ルフィを名前で呼んだのは初めてじゃないかしら。なんだ、顔が赤いぞ。お前そんな顔もするんだ。戻りましょう。 ちょっと待って。
さらわれた仲間を取り戻すべく四方の塔に乗り込んだ麦わらの一味。激闘の末 CP9 と海軍を退け勝利を宣言する。そしてワフルドに戻った彼らが知った秘密とは。辞書、氷塊の遺構と水の巨像。魂のようなものさ、絶対に曲げられないことの証明ってやつだ。間違いなさそうね。キューブを返して思い出の世界に行くのはあなたにとって大きな負担なのでしょ。そうなのか。無理すんな、リム。大丈夫。これは私がしたいからしていることよ。そこまでして私たちを助けてくれる理由があるの？本当にあなたの意志なのかしら。アオ、元気にしてたか、おめえら。あ、フランキーじゃねえか。ルイ、サニー号は完璧に修理しておいたぜ。おお、さすがフランキーだな。見に行くか、復活したサニー号。よし、行こう。サニー！よし、サニーが治ったんならブルックを探しに行こう。ブルックだと？あいつまだ見つかってねえのか。そうなんですよ。私の体はまだ海の底に沈んだままです。いるじゃねえか。いや、ちょっと違うか。またおめえ、妙な姿になっちまったな。魂だけでもこうして皆さんとお話できるのはありがたいのですが。肉体がなければ何もお手伝いすることができませんので、それが残念でなりません。皆さんの思い出の世界への冒険に私もお供したかった。思い出の世界の冒険？俺には何のごてらさっぱりだ。以上がこれまでのいきさつよ。大体の事情は理解した。ブルックのことやおめえらに何があったのかを含めてな。しかしその思い出の世界ってのがまるで想像つかねえな。言ってみりゃわかるさ。フランキーとブルックも次は一緒に行こう。そのためにもまずはブルックの体を見つけねえとな。悪いがそれはまだできそうにねえ。船の修理は完璧だが、シャークサブマージ3号を出そうにも、コーラダルが空っぽだ。なんとか方法を考えてみるが、もう少し時間がかかりそうだ。そうか。私も何かお手伝いしましょうか。と言っても、お話しするくらいしかできませんが。ありがとうよ。幸いにも材料は揃ってるから大丈夫だ。気持ちだけ受け取っとくぜ。仕方ねえ。こっちはこっちでやることやっておくか。力を取り戻しに行くんだな。でかい像をぶっ飛ばして箱を取り返す。
待って、そうしたいのは山々なんだけど、その前にちょっと行きたいところがあるの。行きたいところ、どこだ。内海よ、調べたいことがあるの。内海に何かあんのか、ナミ。エニエスロビーでロビンから聞いたことで思い出したことがあるの。ワフルドが空から落ちてきたっていう仮説のことかしら。ええ、そう。内海に気になるものがあるの。もしかしたらワフルドの成り立ちを証明できるかもしれないわ。そうか。じゃあ調べに行かねえとな。じゃあやってやるか。俺の方はいつでもいいぞ。竜巻！気にさせやがったな。射す。返す。やるってんだな。
そこを動くなよ。フランキーファイアーボーン。ゴムゴムのガトリング。じゃあな、俺たちは先に進む。それにしても沈みかかってたサニー号を一人で直しちまうなんて、さすがはフランキーだよな。本当にそうね、フランキー。お疲れ様。そういや、さっきの娘は誰だ？この島のやつか？あいつはリム。アディオとここに住んでる。箱を作れる面白いやつだ。箱？なんだそれら。それに、アディオってのは誰なんだ？アディオは俺だ。服装はともかく頑丈そうなやつだな。お前もルフィたちの仲間か？そうだ、俺はフランキー、麦わらの一味のスーパーな船大工だ。俺はごく普通の探検家だ。よろしくな。アディオ、リムはどこだ？サナ、今日はまだ見てねえな。お前たちと一緒じゃなかったのか？おかしいな、さっきはいたんだけどな。リム、どっかで休んでるのかな？きっとそうね、かなり疲れてるみたいだったから。少し心配だけど、休憩の邪魔しちゃうのも悪いし、とにかく今は内海へ向かいましょう。この坂を登りゃいいのか？ああ、登りきれば内海だ。内海か。いい景色じゃねえか。あれを、炎の巨像じゃねえか。かなり遠くを飛んでるから大丈夫だと思うけど、用事が終わったらしばらく内海には近づかない方が良さそうね。今の力を試すにはうってつけだな。出るか。ギアセカンド。ゴムゴムのジェットガタリング。俺は諦めねえぞ。竜巻。本気にさせやがってな。必殺カエル星。
ちのめしてやるよ。ウェポンズレフト。様の技術力味わわせてやる。フランキーキャノン。刃こぼれすら己の恥。そっちか。取り戻せたみたいね。やったー。おい、こっちでいいんだよな。いいわけあるか。砂浜に行くって言ったでしょうが。レザリアの風車にそっくりだわ。空島と同じ史跡。ワフルドが空島だったことは確かなのね。それならやっぱり落ちてきたんだな。とにかくこれでここが元空島だってことがはっきりしたわ。アディオのところに戻りましょう。ほいっと。なるほど、リムってな、そんな不思議な力を持ってんのか。俺らまだ喋ったことねえが、どんなやつなんだ。そうね、得体の知れないところはあるけど、根はいい子だと思うわ。見ろ、アディオの近く、リムが戻ってきてるみてえだ。リム、どうしたの？あ、瓶の水晶玉がなくなってる。どこかで落としたのか？わからない。気づいたらなくなってたの。
瓶の中身だけ消えちゃうはずはないのに。蓋をしっかり閉めてたってんなら落としたわけじゃないのかもな。とすると誰かに盗まれた。良いさどもなら可能じゃないか。瓶から弾を抜き出すくらいお手のものだろう。あいつらどこにでも入り込めるからな。確かに彼らならできるかもしれないけど、ヨイさんがそんなことをするなんて考えられない。まああくまで可能性の話だからな。奴らが犯人だと言いたいわけじゃないさ。他に手がかりもないし探してみてもいいんじゃない。何か話だって聞けるかもしれないわよ。そうね、会いに行く価値はあるかも。あの水晶玉をなくすわけにはいかないから。あれはあの子から預かった大切なものだもの。じゃあ行くか。面白猿から玉を取り戻そう。猿が奪ったと決まったわけじゃねえって話聞いてたのかよ。出会い頭に手出したりしないでよ。あなたたちもついてきてくれるの？私の水晶玉を見つけたってあなたたちの力が戻るわけじゃないのに、どうして？ルフィがあなたを助けてあげたい理由はとても単純なものよ。きっとすぐにわかるわ。でも一緒に探してくれるのはいいけど、手がかりもないのにどうするの？あ、そういや、よいさ、どっかで見たぞ。私も見たような気はするけど、それってどこだったかしら。の匂いがするぞ。ああ、早速猿がいたぞ。こいつ何か知らねえかな。俺が話を聞いてみるよ。なあなあ、リムの水晶玉がなくなったんだけど、知ってることがあったら教えてくれないか。俺じゃない、リムから取るなんて怖いことできない。昔リムを怒らせたヨイサ、瓶に詰められて海に投げられた。犯人は多分そいつ。雷鳴の遺構の近くでいつも遊んでるって言ってるけど、ティム、そんなことしたのか？してない。私が怒ったら瓶に隠れて逃げてっただけ。こいつ見てただけなのに、よっぽど恐ろしかったんだな。だが一度そんな目に遭ってんなら次も怒られるぐらいじゃ済まねえと理解できそうなもんだが。そうね、何か別の事情がありそう。とにかく雷鳴の遺構に行きましょう。よし、行ってみようぜ。いざ。なんでだよ、そんなことしねえよ。おい、こっちでいいのか？ああ、雷鳴の遺構はこの先だ。それにしてもおめえ怒らせると怖えんだな。やめとけフランキー、お前も瓶詰めにされちまうぞ。だからやってないの。Yeah.
白猿。こいつがリムちゃんの水晶を盗んだっていう猿だな。チョッパー、なんて言ってるのか聞かせてくれ。俺はその後、こいつを仕留める。まだ取ったと決まったわけじゃねえから落ち着けって。こいつ、なんか怯えてるな。俺じゃない、リム怖い、ビンも海も怖いってずっとビクビクしながら言ってるぞ。すっかりトラウマになってるみたいだな。俺たち、リムの水晶玉がどこにあるか探してるんだけど、お前、何か知らないか？おいさ、おいさ。他にも犠牲者がいたのか？そいつも多分トラウマになってるぞ。私は怒っただけよ。眠ろうとすると急にうるさく騒ぎ出すんだもの。うるさーいって言ったら勝手に木の上に逃げていったの。えいさ、またビクビクし始めたぞ。トラウマが蘇ったんだな。もう勝手に人を怖がらないで。それでその子だけど今はどこにいるの？ほいさ。そうか、じゃあ次はそこに行ってみるか。待って、やっぱり何か変よ。なんだかリムが怖いと私たちに思わせようとしてるみたい。ええ、確かにそうね。そうか、よくわかんねえな。そういや、サニー号を修理してるとき、砂浜をチョロチョロしてるやつを見かけたかった。よしと、じゃあサニーんとこ行くぞ。おっとっと、おっとっと。はっ、ところでおめえ、いびきをかくのか？しないわ、いびきなんて。いつもかいてんだろう。そうね、寝ると必ずしていたわ。え、嘘。リム、お前本当に良いさを瓶詰めにしたり木の上に吊るしたりしてねえのか？だから彼らが私を怖がってるのは本当だけど、私は絶対にそんなひどいことしてないわ。そう、となるとやっぱり何か裏がありそうね。あ、船本当に治ってる。おい、いたぞ、この先だ。この子かしら。リムに怒られたのを反省して木の上で1週間お昼寝してたっていうお猿さんは。そんな穏やかなエピソードじゃなかったぞ。こいつもなんかビクビク震えてるな。もう文句言わない、命ばかりはお助け言ってるぞ。そんなことしないってば。あなたがリムの水晶を持ち出したの？
また犠牲者か。もうそんな話はいいから。その子は今どこにいるの？そいつ、デルコングの友達。コングの巣に行けば多分いる。だってさ、デルコング？もしかしてあのナミをさらったやつのことか？どうしたんだ、ナミ？やっぱりね、ヨイサーたちは私たちをリムから遠ざけようとしてるんだわ。どういうことだ？理由はわからないけど、リムは怖いやつだって思わせたいみたいね。とにかく早く水晶玉を取り戻しましょう。考えるのはそれからよ。いざ。うるせえ、俺はそんなことしねえ。リム、さっきの話もひょっとして。うん、私はヨイサーを瓶になんて詰めてない。セイウチが目を回して浮いてきたのは本当だけど。いや、そこは本当なのかよ。こっちでいいんだよな。おう、洞窟を抜けるや大猿の庭だ。また襲ってきたりしないわよね。心配すんな。今じゃあいつは俺の子分だ。あら、いつの間に？俺はあの後もあそこへ資材を取りに行ってたからな。まあ、何度か会ってるうちに自然に。やった。ナミを救いに行ったの、ずいぶん前のような気がするな。俺にとっちゃほんの…よし、かかってこい。俺がゴムゴムのガトリンだ。行かねえよ。いつでもいいぞ。三刀流奥義三千世界。聞かねえよ。とうとう俺を本気にさせやがったな。必殺解放し。行くぞ。ウェポンズレフト。きっちり肩をつけるとするか。しょうがない、やりますか。サンダーボルト、変身！うわ、こいつ強えな。ゴムゴムのガトリンだ！ぶちのめしてやるよ。
俺様に任せとけ。必殺カエボシ。やったなルフィ。ああ俺たちの勝ちだ。こんなところで満足はしねえ。それにしてもフランキーよくあのでけえのを古文にできたな。おう付き合ってみりゃ気のいい野郎さ。船の修理も手伝ってくれたしな。待ってろよリム、お前の大事なもん絶対取り返してやるからな。私を助ける理由って、ううん、やっぱり何でもない。いたぞ猿だ。あら、その後ろにいるコング、様子がおかしいわね。ゴル一号。くそ、俺の子分に何しやがる。もっといい名前つけてやれよ。お前がリムから水晶玉を盗んだのか。ボス？そのボスが何なのかわからねえけど、盗んだものがあるならリムに返してやれよ。だからそのボスってのは誰なんだよ。ルフィ、気づいてるか。ああ、こっちに近づいてくる。え？近づいてるって、何が？何かここにやってくるの？またでっけえのが来たな。こいつがボスか。水晶玉は渡さない、おとなしく帰れって言ってるぞ。間違いなさそうだな。こいつがリブの瓶から水晶玉を盗ませた犯人だ。どういさ。おいお前、リムの玉はどこにあるんだ。返せよ。一瞬ひるんだぞ。でもダメだ、どうしても渡せない。リムと海賊を一緒にメモリアには行かせないって。どういうことだ。あの水晶玉がメモリアへ行く鍵なのか。そう、確かにメモリアに行くにはあの許しの水晶玉が必要なの。でもドエイサーが相手なんて危険すぎる。みんなすぐ逃げて。水晶玉はもういいから。でもあれがないとメモリアに行けねえんなら俺たちも困るぞ。他の方法を考えるから。あの玉はお前の大事なもんなんだろ。だったら簡単に諦めるなよ。ちょっと待ってナリムちゃん、すぐに終わらせる。どのくらい力が戻ってるか試したかったところだ。練習台にはちょうどいい。みんな、お前の宝物は
俺たちが取り戻す。ぶっ飛ばしてやる。ギアセカンド。ゴムゴムのジェットバズーカ。ドミーサー。シシシ、やったな。ちょっとこっちによこさないでよ。早く回復しなきゃ。やっと俺の出番か。危機急凍流アシュラ一無銀ドミーサーウィサー。仕方ねえ。ウサペゴールデンパンサー。負けられねえよな、こんなところでよ。俺に任せとけ。おら刀がうずき鬼相手が強そうだからって逃げ出すわけにはいかねえ。うっさべゴールデンパンサー。ぶちのめしてやるよ。強えな。次はどいつだ。ゴムゴムのストーム。俺がゴムゴムのじゃねえか。やべえ、意識が。きっちり肩をつけるとするか。ぶちのめしてやるよ。フランキー、アイアンボクシング。強えな。ゴムゴムのブレッド。俺は海賊王になる男だ。こんなところで負けてらんねえ。リム、お前の玉ってこれだろ。ありがとう。でもどうして。こんなことをしてもあなたたちの力は戻らないわ。私は海賊のあなたたちから力を奪った。そのせいでしなくてもいい苦労をすることになったのよ。なのにどうして私のためによくしてくれるの。私にはわからない。そんなの決まってんだろ。困ってる友達を助けるのは当たり前だ。友達。そろそろ戻って次の準備でもしましょうか。
それもいいが、腹減ったな。こんな大物を相手にするとは思わなかったしよ。サンジ、飯。すぐに作ってやると言いたいところだが、食材を調達してからじゃねえとな。よし。よし、じゃねえよ。何食わせる気だ。私がルフィたちの友達。私が本当に友達だったらあんなひどいことしないわ。どうやらリムは怖がられているけど嫌われているわけじゃなさそうね。そうだな。ナミさんの言う通り、嫌われていたのはむしろ俺たちだ。え、そうなのか。海賊と行動を共にするリムが心配で、彼らはリムから水晶玉を取り上げた。あの水晶こそが不思議空間やメモリアに行く鍵だったから。なるほどな。鍵を奪っちまえば俺たちとメモリアに行けないようになるから。俺たち海賊からリムを遠ざけたかったってわけだ。リムが怖いと私たちに思い込ませようとしていたのもきっとそのためね。根はいいやつらってことか。さてっと、リムの水晶玉も無事に取り戻せたことだし、アディオのところに戻りましょう。よし、じゃあ行くか。洞窟を抜けりゃサニー号がある砂浜だ。私がみんなの友達だとして、私はみんなのために何をすればいいの？なんだよ何かってそんなこと気にしなくていいのよリム。おお、何かしてくれなくたって俺たちは友達だぞ。そう、でもみんなはそれでいいかもしれないけど。困ってる友達を助けるのは当たり前。ルフィはさっきそう言ってたわ。じゃあ私がみんなのためにできることは。おい、何ブツブツ言ってんだ。なんでもないわ。早く家に戻りましょう。